ねずったまみちゃんです。僕今日ねユニバに聞いてないですけども、このユニバにはいろんなねフードがあるんですよね。だからユニバに行く方の中ではもしかしたらどのフードを食べたらいいかわからない方ねいらっしゃると思うんですよね。プラスユニバって期間限定のフードとか、あとはシーズンもののフードねいっぱいね出るんですよね。だからこの動画を見て、数学作りね行く方の中には売ってない商品もねある可能性あるんですよね。だから前回ですね、おすすめなレギュラーフードを紹介したんですけども、前ですねスイーツ編をね紹介したんですよ。だから今回ですね、小腹が満たせるおすすめなスナックレギュラーフードを紹介します。イエーイをやっていきます。で今回ですね、ほんまに小腹が満たされるようなスナック系のフードをですね紹介しようかなと思ってます。で今回ですね、もう僕のねもう超おすすめなフードをね中心にね紹介していくんですけども、だ今回ですね、久々に食べるフードもあるんでめっちゃ楽しみなんですよね。じゃあ早速ねこちらねやっていきます。でちなみにですね、このコミュニティですね、今後ですねユニバのおすすめフードを紹介するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。でこのコミュニティね今年までに、ね、本気でね登録してね10万人ね見せるんでね、ぜひねたくさん登録ねお願いします。じゃあ早速ねやっていきます。いっほー。はい、じゃあね早速ね紹介するんですけども、今回もですねおすすめフードを5選ね紹介します。もうどれも超おすすめですよ本当に。じゃあまず1個目はですね、もうやっぱりユニバーって言ってるからあれじゃないですか。でまず1個目はあれのフードからね紹介します。そしてまず1個目はですね、アミティにあるねフードカートですよ。シャークスナック、もうこの時点でわかるでしょ、あのフードですよ。はい、じゃあね買ってきました。まず1個目がですねこちらです。まず1個目がですねこちらのサメの餌食ですよね。でやっぱりユニバーって言ったらやっぱジョーズじゃないですか。でこれはですねもうジョーズのフードの中でも特に人気のフードなんですよね。でまあその通りに、サメを捕まえるための肉っていうのがコンセプトなんですよね。こちらもですねほんま小腹を満たすことができて本当に美味しいんですよね。じゃあねもうガブッとね上手らしくね食べていきます。今皆さん見ましたか、これ食べた瞬間に肉汁がブワーって出たでしょ。そうなんですよ、このフードの特徴はですね肉汁が特にすごいんですよね。だからほんまに外サクッと肉汁ドバーって感じ。だからほんまにソーセージとしてもね本当に美味しいですよね。肉汁ほんまにえぐいよこれ。だからほんまに逆に考えたら肉汁注意報ですね、肉汁は特に注意してください。あとこのフードね映えるんですよ。写真映えもするんですよねこれ、めちゃくちゃおすすめこれ、めっちゃ僕大好き。個人的にはですねこれ絶対ビールと合う。で僕ねビールは飲めないですけども、ビール好きとかお酒好きの方はですねこれと一緒にね食べたり飲んだりするのおすすめですわ。ほんまにさっきのつまみにもマジで合ってるよ本当に。はい、じゃあねこちらねごちそうさまでした。でこの本にはですねよくあの靴べら直しにね使われます。はい、じゃあ1個目からですねマジで美味しいフード食べましたね。もうこれに関したらもう僕の昔からのリピ商品ですよ、僕のリピ確定商品ですね、めっちゃ美味しかった。はい、じゃあ次はですね、さっきのジョーズのお肉はそのアミティ付近しか売ってないんですけども、次紹介するフードはですね、比較的に2話のいろんなところで売ってるフードね紹介します。そしてせっかくなんで、ジョーズのお肉が売ってたところで買うんですけども、次の商品はですね、ほんまに、ハリドリ付近のお店とか、あとはそのスパイダーマンのアトラクションの前のフードカートにもね売ってるんですよね。だから幅広く売ってるねフードですよ。はい、じゃあね買ってきました。次はですねこちらのねフードですね。はい、じゃあこちらですね、シンプルな名前の
アメリカンホットドッグですよね。でこれはですね、もうパークのいろんなところで売っている商品なんですよね。はい、じゃあこちらのフードはですね、ケチャップとマスタードね、もらうことができるんですよね。じゃあこの2つね、かけていきます。でちなみにですね、まあ、こちらのフードはですね、あのドリンクセットでも売ってるんですよね。うん、それで買ったら、まあ、セットで買うことができるんですよ。でちょっとまあドリンク単品で買うよりちょっと安く買えるんですよね。だからまあこの2つを買ってほんまに腹ごしらえ可能なんですよね。うん、マスタードのかけ方って難しくない？こういうホットドッグってちょびちょびって出へんからめっちゃ難しいわ。はい、じゃあこんな感じになりましたわ。うん、マスタードの割合の下手さよじゃあこちらね、いただきまっちゅー。まあね、こちらもですね、昔からある定番レギュラーフードですね。じゃあいただきます。シンプルにうまい。うん、でこのソーセージなんですけども、まあ、さっきのサメの餌食とまではいかないですけども、まあ、肉汁があるって感じかな。これほんまに今ドリンクセットがあるからすごいありがたいですよね。だから結構頼みやすいって感じがするわ。うん、だからまあドリンクと一緒にこれ食べたらほんまに軽食って感じがしますわ。うん、もうザ腹ごしらえフードですね、これに関しては。でも一個言うとしたら、このマスタードの割合が難しいってことですかねマスタードの分量超難しいわこれ。うん、今んとこケチャップゾーンだけ食べてるからちょっと大丈夫なんですけど、もう今からですね、もうマスタード集合してるゾーン食べますよ辛さ耐えれるかなこれはい、じゃあラスト一口ですねこれ。はい、じゃあね、アメリカンドッグね、ごちそうさまでした。でこちらのフードはですね、まあシンプルに美味しい、でシンプルにお腹たまるって感じはい、じゃあね、2個連続ね、いいもん食べましたね。そして次ですね、もう皆さんね、今のユニバの一番の目玉何と言いますか？そうですよね、ニンテンドーワールドですよね。で次はですね、このニンテンドーワールドのおすすめな、まあ、食べ歩きフードね、紹介しますわ。これもね、僕のね、超大好きなフードです。じゃあ安定にいつも通りニンテンドーワールド行ってきますわ。そして今からね、旅に行くんですけども、まあ、前に紹介したルイージサンダーってね、マリオカフェっていうこのニンテンドーワールド街のね、カフェでね、売ってるんですけども、まあ、今回食べるフードはですね、このニンテンドーワールドに入らないとね、食べることはできないんですよね。そこらですね、またね、注意してください。まあ、ですけど、まあ、前のね、ルイージサンダーがこのニンテンドーワールド関係の、まあ、トップクラスで美味しいデザートなら、今回紹介するね、フードですね、このニンテンドー関係でトップクラスに美味しいね、食べ歩きフードなんですよね。じゃあいつも通りですね、このゲームの世界ね、入っていきます。おお、そして今回もやってきましたよ、超青空のニンテンドーワールドですね。やっぱりここのエリアは青空が似合いますわ。そして今回紹介するフードなんですけども、場所的には超分かりにくくて、このニンテンドーワールドの一番右上にあるんですよね。このニンテンドーワールドのほんまに端っこにあるヨッシーのスナックアイランドですね。ちょっと隠れ家的な場所にあるんですよね、ここに関しては。でここはですね、ヨッシー関係のねフードがね、いっぱい売ってるんですよね。じゃあ早速ね、買ってきます。はい、じゃあね、一応ねフードは買ったんですけども、ちょうど目の前にキノピオちゃんがいるわ。キノピオちゃんが、キノピオ、キノピオ、イエーイ、食べてるわけね。ちょっとネタバレになっちゃったんですけども、まあ、紹介しますわ。でここの任天堂ワールドの注意点なんですけども、ここの任天堂ワールドには一歩机がある、まあ、そういうテラス席みたいなのがないんですよね。なんか、まあ、ゆっくり椅子とか机使って、まあ、フード食べたい方はですね、まあ、外出ないといけないんですよ一応、うん、まあ、ちっちゃいベンチとか一応あるんですけどね。はい、じゃあね、戻ってきました。で次はですね、こちらですね。
次はですね、まあ、こちらのカルツァーネなんですけども、まあ、こちらのデザイン的にはヨッシーがカルツァーネを食べようとしてるっていう感じなんですよね、うん、でこれがねもう任天堂ワールドの食べ歩きフードの中ではもうトップクラスでおすすめなんですよね。これマジで美味しいですよ本当に。でこちらのカルツァーネなんですけども、デザインがヨッシーのね、まあ、甲羅になってるんですよね。いいですよねこれ。これねカルツァーネなんで中に焼きそばが入ってるんですよね。さらにそれだけじゃなくてチーズも入ってるんですよ。ほらこんな風にチーズもね入ってるんですよね。これめちゃくちゃ美味しいよこれ。でほんま味的には焼きそばに近いって感じですかね。で任天堂ワールドにはほんまに旅歩きフードが少ないんですよね。それこそ、まあ、さっきのヨッシーのお店かもしくはポップコーンしかないんですよね。それ以外はキノピオカフェに入らないんでね、お食事することはできないんで、もうこれ結構重宝されると思いますよ任天堂ワールドでは。うん、うん、このフードさ焼きそばだけじゃなくてあのキャベツ入ってるわうん、はい、じゃあこちらのですねベロンパーンのフードね、ごちそうさまでした。じゃあね3つともねいいフードね紹介しました。で最後の2つなんですけども、同じ場所で売ってるねフードね紹介しますわ。それがですねこちらのジュラシックパークエリアに売ってるフードなんですよね。それがですねジュラシックパークエリアの超有名なレストランのディスカバリーレストランですね。おー、ここのレストランですね、前回もね紹介したんですけども T-Rex がねいるんですよね。めっちゃ光まみれっていう。はい、じゃあね買ってきました。次はですねこちらですね、でまあ2種類あるんですけども、まずこちらからね紹介しますわ。でこちらですねフライドチキンですよね。そして一応ルイーズにも、まあ、フライドチキンがあるんですけども、まあ、そっちの方はですねバジルソースなんですよね。でこちらですねカレーバージョンですよ。カレーバージョン、これがですねめちゃくちゃ美味しいんですよね。でこのチキンにそのカレーの粉とかがあって、こちらがですねタルタルなんですよね。でこちらなんとですね500円でね食べることができるんですよ。でこちらもですね、まあ、ルイーズのフライドチキンと同じでもう肉が結構入ってるんですよね。プラス肉の大きさもあるんですよね。だからほんまにワンコインで腹ごしらえできるんですよ。うわーこれ楽しみやわ。じゃあねいただきます。でちなみにですねこちらですねジュラシックパークで売ってるんで、ほらジュラパカラーですよ。めちゃくちゃいいですよねここら辺も。じゃあこのタルタルチキンいただきますわ。うまふーこれ。でこれねあのこのチキン自体にカレーがかかってるからこれだけでも全然食べれるんですけども、このタルタルソースをかけたらなおさら美味しい。でこのチキンなんてもう別に辛すぎないんですよね。だからほんまに美味しいぐらいのカレーの味ですわ。うん、うん、これマジで当たり商品やわ。これ絶対食べようし、単体でも美味しいもん。これ普通にソースつけなくても。ん？これ指の甲やん。チキラーしてるねこれ。うん。うん。うん。はい、じゃあねこちらのフライドチキンもねごちそうさまでした。でこれもですねほんまにワンコインで腹ごしらえになるんで、もうめちゃくちゃおすすめなスナックフードでした。はい、じゃあねラストになります。ラストはですねこちらです。こちらの、まあ、ポテトですね。でこちらも普通のフライドポテトなんですけども、なんとですねこちらのねソースがついてるんですよ。そしてこのソースはですねサワークリームオニオンのソースなんですよね。そしてこちらのフードもですねなんとね500円です。ほんまにワンコインでこれ買うことができるんですよね、こちらも。じゃあこちらねいただきます。でもこれも普通にポテト単体でも美味しいですよね。じゃあポテト単体から食いますわ、まず。うん、普通にいい塩加減で美味しいわ。もう塩加減自体も、まあ、塩が強すぎないんですよね。だからそのポテトのじゃがいもの美味しさをね味わいますわこれ。うん、
じゃあこのねソースつけていただきますわ。うん、サワークリームの優しい味わいがするわ。うん、このポテトの味わいとこのサワークリームの優しい味わいが合わさってめちゃくちゃ美味しい。うん、で僕個人的にはもう正直言ってこのフライドチキンとこのポテト食べるだけでもねもう十分ねお腹膨れますよ。うん、もうお腹限界や。うん、いやでも今んとこ使ったお金まだ3000円以内なんですよね。3000円以内でも十分もうお腹いっぱい。うん、はい、じゃあこちらラストですね。ラストこれでほんまに終わりです。なんか指がこうなってるみたい。ポテトを指で表すな。はい、じゃあねこちらのフライドポテトもねごちそうさまでした。でもうお腹いっぱい。もう食べれん今日。はい、じゃあ今日ですねユニバでお手軽に食べれるスナックフードをね紹介していきました。で僕個人的な意見では特に最後の2つはですね安く買えるんでめちゃくちゃおすすめです。でまたねこれが好評でしたらまたねいろんなねおすすめフードねまた紹介するんでねぜひねまたね待っててください。以上現場からでした。はい、じゃあねまたねこれからもねいろんな動画上げると思うのでただのグッドボタン通知ボタンも合わせなきゃというわけでバーイ。